地域新聞 TV。 皆さんこんにちは、地域新聞編集長の広田瑞穂です。今日はちょうど桜も満開で春本番ということで、千葉県印西市にあります和田農園さんにいちご狩りにやってきました。千葉県内では5月ぐらいまでいちご狩りを楽しめるところがたくさんありますので、今日はいちご狩りの楽しみ方をお届けしたいと思います。そして今日は一緒にいちご狩りを楽しんでくれる人がいます。じゃーん、どうぞ。こんにちは、地域新聞 TV のさくちゃんです。今日はいちごがたくさん食べれると聞いたのでついてきちゃいました。初コラボです。イエーイ、今日はいっぱいいちご食べましょう。はい、はい、これから、和田農園さんの和田さんに、いちごの上手な取り方などを教えていただきたいと思います。では早速行ってみよう。どう、和田さん今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。和田農園さんでは、はい、どういった品種のいちごを栽培されてるんですか？はい、とちおとめ、あきひめ、べにほっぺ、やよいひめ、あと、こいみのり、はい、こいみのり、はい、あと、かおりのっていう品種も少しやってます。はい、あ、すごいたくさんあるんですね。はい、ありがとうございます。いちご狩りするにあたっての注意点とか、はい、コツとか。そうですね、いちごをこう引っ張らないでほしいんですかね。こう、はい、キュッとスナップをちょっとひねる、はい、取れますんで。なるほど、はい、食べ頃の見分け方とかはありますか？はい、やっぱり真っ赤になってるものを選んでもらった方がいいと思います。さくちゃん、なんか聞いたことある？蜂が気になってね。ちょっと気が気じゃないだけど。今まで農園で育てた中で、はい、一番大きい大きさはどれくらいですか？あ、そうね、1個で 100g っていうか、こう結構このぐらいあったようなのあります、ね、卵ぐらいある、うん、すごいね。今日それぐらいのやつ見つかるかな。ありがとうございます。では今日はたくさん美味しいイチゴをいただきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。これじゃない？これじゃない？ああ、やった。これかな？ん？そう、スナップを効かせて、ここを持ってってあげよう。おい、取れた。取れた。大きいよ。すごい。すごい。大きい。おいしい。おいしい？高級いちごみたい。高級いちごみたい。これは弥生姫です。酸味が少ないのが特徴だそうです。うん、全然酸っぱくない。酸っぱくない。あれはあれ、あそこにさ、おー、でかい、すごい赤くて大きいやつあるよ。この辺かな。でかい。こうね、スナップを効かせてって言ってたんだけどさ、できない。どうやってやるの？回したら取れた。あら、取れました。さくちゃん上手だね。回したら取れた。じゃあ、弥生姫です。いただきます。うん、甘い。美味しい。あー、いちごって美味しいね。ありがとう。うん、大きいのたくさん。甘い。本当に酸味は全然ないですね。そしてみずみずしい。うん、ね、美味しいね。こちらとちおとめいただいてみたいと思います。行ってみよう。うん、イエーイ。見た形ちょっと違うんじゃない？うん、細いのがいっぱいある。美味しい。ちょっとこうシュッとしてる。さっきの弥生姫。こっ
ちっちゃくて、うん、赤いちごを食べる。あ、食べてみよっか。この下のやつとか、うん、かわいい。かわいい。取れた。うん、どう？おいしい。さっきと違う？うん。へえー。どんな風に違う？うん、なんて言うんだろう、なんて言うんだろう、わかんないけど、うん、とにかく違う。これも甘い。うん、うん、私もじゃあ食べてみようかな。やっぱさ、見た目も違うよね。じゃあさっきさくちゃんに撮ってもらっちゃったから、私自分で頑張って撮ってみるね、うん、お願いします。これにします。おお、次でかい。いい感じじゃない。こうしてさ、あ、スッと取れました。じゃーん、形がね、ちょっとなんかほっそりしてるんですよ。シュッと。いただきます。一口で食べれる。これはうんうん、あ、でも確かにさっきより酸味があるかもしれない。うん、甘いけどちょっと爽やかじゃない？うん。さくちゃん、枕じゃん。すごい不思議な形。枕だね。これをデザインしたいちご枕が。いちご枕作る？作ってみたい。人参みたいだよこれ。人参みたい？うん、これ、あ、これ食べれるよ。取ってみよう。うん。うん、細長。あ、はい、取れた。うわ、大きい。長い。卵どころか人参。人参みたいだね。いい、食べてみよう。食べてみよう。いただきます。うん、美味しい。美味しい。これ柔らかい。柔らかい。味は、うん、多分、あ、でも、うん、酸味がない。少ない？うん。へえ。あとすんごく柔らかい。柔らかいんだ。柔らかそう。ほんとだ。おいしそう。これ？では、一緒にいただきます。せーの。うん、おいしい。うん、甘い。次は3番の秋姫です。はい。行ってみよう。イエーイ。なんか草が緑がわっさわさです。ここかき分けていかないと。ちょっとそういう釣り団子草。これ、これ、どれ？このムンクの叫びの人みたいな。ムンクの叫びだって、このイチゴ。ムンクの叫びやってみて。いちごがあった。最後4種類目、紅ほっぺ、いってみよう。おお、やん。おぶりもいちごみたいで、ね、かわいいね。うわ、細長い。細長い。うん。赤い？うん。あ、うん。まだ？うん、よしよ。あ、すごい大きなあるよ。めっちゃそれいいと思う。ほらほらほら。うわ、でっか。でっかいし赤いよ。周りのがくっついてる、大家族って感じ、ね、どうかな、紅ほっぺのお味は。いただきます。はい、うん、うん、この中で一番うまいし。本当？酸っぱい。あ、両方酸っぱいのもある。甘みと酸味と両方あるんだ。うん、おー、なるほど。4種類の中でどれが一番好きだった？これ。これ、これが一番欲しい。うん、マジで食べたいな。赤いのあったら教えて、私も食べたい。どれどれ。あ、それいいね。どれも可愛らしい名前。そうだよね、名前がね、いちごの名前って可愛いね。えい、取れました。紅ほっぺ、いただきます。うん、甘い。一番甘いかも。
和田デラックスが完売です。はい、お客様、大変お待たせしました。こちらになりますね。じゃあ760円です。1000からお預かりいたします。240円のお返しですね。こちらからお取りください。じゃあ、さくちゃん食べてみよう。うん、いただきます。これ、いちごと一緒に食べたほうがいいな。あ、ほんとでも美味しい。美味しい。いちごのね、酸味とアイスの甘さがちょうどいいね。これって何のアイスも美味しいよ、これ。下にいちごをそのまま凍らせたシャーベットが入ってます。すごいシャリシャリいるよ。ちょっとね、歯にしみる。はい、動画を最後まで見ていただきありがとうございました。この動画が面白いと思ってくださった方はグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。これからも千葉の魅力や千葉のグルメたくさんお伝えしていきたいと思いますので、気になることがありましたらコメント欄に、ご要望などください。それではまた。じゃあねー。バイバイ。